皆さんこんばんは、ワドです。2018年2月の21日、21時42分です。よろしくお願いします。先ほどの枠でパチンコパチスロを、完全引退、もし、パチンコパチスロをもしこの先やるとしたら、僕はこの左手のここ、この曲がるこの部分、なんて言うんだこれ、ここから先を自らの手でこう切り落としてやろうと思ってますから、こっから先もうバーンって斧でバーンポーンですよ。はい、ありがとうヨンゴンさん、メガホン合わせありがとうね。俺はねパチンコやめたわ。メガホンありがとう。いや、やめた。それはね、もうね、金がとかリスナーさんがとか綺麗事言わない。俺はパチンコやめた、ただそれだけ。うん、 いいの、うん、好きに喋らせて、うん、好きに喋らせて、俺は決めたから、うん、決めた、うん、いいの、やめたの、いいの。メガホン合わせありがとうね。メガホンありがとうね。ありがとうメガホン、ありがとうね。メガホンさんありがとうございます。喉っつうか、まあ腕ない方が面白いじゃん。なんで腕ないのって。いや、パチンコやっちゃったんだよねって。え、お前パチン、え、どういうことってなるでしょ。なんでお前左手ねえのって。いや、パチンコやったら腕なくなっちゃったんだよねって。そういう感じでいこう。ハートありがとう。うわ、すげえ、ハート100個ありがとう。いや、やめよ。やっぱりね、金は稼ぎゃいいんだよ。金は稼ぎゃいいんだけど、時間は返ってこねえから。時間はダメだ。うん、いや、電話出るよ。出るよ。かかってきたら出るよ。なんでもいいよ。何がいいんだ。もう、この左手が悪いってなって、パンだよ、もう。うん、斧でドンだよ、斧でドン。男らしく。のんちゃんち？何のんちゃんち、どうしたの？ちょっと質問の意味が分かんないんだけど。え、のんちゃんち出たの？出てないよ。え、何の話？なんかリスナーがのんちゃんちとか言ってるんだけど。いや、あのね、のりこの頼み、何でも一つ聞くことにしようだと甘えが出るから、やっぱ痛みを伴わないとダメなんだよ。痛みを。要はね、左手とパチンコどっち取るんだっつったら、絶対俺は左手取るから。ハート花火はね、ハート一発が11円だね。ハート一発が11円、100発もらったら1100円。うん、いや、斧買っておくじゃん。いや、斧って銃刀法違反になるんじゃないかな。もう斧を飾っておきたいよね、この辺にね、斧をね。そう、パチンコ行った証明でリスナーからなんかこうリークが出たら、もう行けといつでも行けるようにね、斧がね。ノコギリがあるって、ノコギリで行こう。ノコギリで行こう。そう。いや、パチンコはもう行かない、俺。風船ありがとうございます。だ、電話してって、かけてこいっつってんの。うん。俺からかけることねえわ。かかってきたものは全部受けるからさ。いや、いやいや、だから、それはそれで、あれでしょ？別に俺なんか有名人なんだから、パチ屋にいたらみんな写真撮るだろう。で、鮫島さんとかに送るって。いや、だからいいじゃん、いいじゃん。もう今日朝ね、あのラブホテルにいましたよ。ラブホにいた。デリは行かないもともと。うん、うん、あ、バガーありがとうございます。バガーありがとう。いや、右手か左手かって問題じゃないから、これは。明日行かないって。俺が行かない、俺がやるって言ったらやるんだよ、わかる？俺は行かないっつったら行かないって。
だから行ったら左手のこのこっから先飛ばすよ、もうこれでね、これでね、このノコギリでウィーンですよ、ウィーンですよ、うん、行かないから。いや行ったら土下座じゃない、もう左手がないんだ、もう左手がなくなってたら察して、左手がなくなってたら察して、配信は引退は絶対俺はかけない。もう決めてんの。配信引退は絶対かけない。うん。なんでかって言ったらやるから。配信はかけるもんじゃないから。俺の生きがいだから。では電話かかってこないじゃん。かかってこないんならやめる？いや、卵味噌が電話かけてくるって言ったからさ、配信やるはずだったんじゃないの。いや、配信何、卵味噌は何、トツかけてくんの、かけてこないの、どっちなの。卵味噌は、そして卵なのか味噌なのか、どっちなの。混ぜたんだ。卵なの味噌なの。ああ。のんいるのか、のんちゃんいるよ、うん、ステゴロ T シャツは、いや全然進んでないっすよ、うん、ステゴロ T シャツは前回ね、あの募集してこんな感じですね、今キャプルね、ちょっと待って、今ねこんな感じ、こんな感じ、ノンラブハセトモミースケソソ T シャツだね、今こんな感じですね。あの名前入れたいリスナーさん、名前入れてくれるリスナーさん、これくらい、うん、はい、ワード2、増えてる増えてる、1000人ぐらい背負いたいな、1000人ぐらい背負ったら嬉しいね、1000人ぐらい背負いたいですね。あ、フォローありがとうございます、フォローありがとう、よろしくお願いします。いや、長谷友さん目立つよ、うん、いや、ノンラブは別にノンちゃんとたまたま飲んで被っただけで、あの、のりことたまに被っただけで、で、ノンラブってつけてくれた。ノンちゃんはノンちゃん。あの、まあ、ややこしいな。めんどくせえな。あの、たまたま被ったからノンラブにしてくれただけ。ほんと潰れるかどうかは、まあ、業者と打ち合わせるよ。うん、まあまあ、大丈夫だと思うけどね。うわ、やべえな、ここ破れてきたな、あ、破れてきた、またまたからかよ、いや俺必ずジーパンまたから破けてくんだけど、うわー、ちょっと穴開きそうだな、これ早くリペアしよう、うん、最低フォントサイズ6か、ありがとう、またがね、そのやまたから破けるの必ず、え、まあいいや、リペアするわこれ、必ず股から来るんだよね、俺ジーパンの破れ。でもこれはもう一生履くって決めてるからね。ちゃんと店に出してリペアする。ありがとうございます。38号さん、ありがとうございます。花火ありがとう。OK、入れとくね。入れとくね。OK、この文字で入れればいいのか、俺が知ってる、普段呼んでるので入れたらいいか分かんねえな。
38号さんさ、ふわっちと同じのを全くコピペして入れた方がいいのか、それとも俺が読んでる方で入れた方がいいのか、どっちがいいの？38号どっちがいいのかな、どっちがいい、どうしよう、コピペ、要は今のやつでいいの、コテハン、要は今のコテハンってことね。今のコテハンで入れとくよ、コピペしとくよ。ありがとう、ありがとう、了解です、ありがとうね、背負うよ、ありがとう。 OK 入れといた。ファンタスティック花火いる？うん。あ、入れたい人はね、募集枠やるからさ、募集枠の時に言って、これで名前書いてって。そうそう、一緒にリングインしたいんだよね。投げなくても書くよ、うん、花火を投げてくれた人はサイズが大きくなるだけ、 みんな背負うよ、無課金の人も背負いたいから。ただ文字の大きさはちょっと差別化だけ、やっぱり花火投げてくれてる人は優遇したいから、それはごめんね。だけどそう、花火投げないと載せないっていうことはないからさ、ファンタスティック、そうそうそう、ファンタスティック投げてくれた人いるの、そう、まあまあ簡単に言うと、そのなんつうの、そのファンタスティックの順番も要はバレちゃうじゃん、だから気を使って下の方に入れてたんだけど、もうバレてるからいいよって言ってくれて、で要はそのなんつうの、今月一番投げてくれてる人順みたいな感じになってる。そう。いや、キツネ39号ごとは書かないよ。キツネは毎回枠ごとに変わっちゃうから、通常枠の、募集枠の時にやる。いつ億万長者になるの？俺がいつ億万長者になるのかっていう質問だね。43号さん、あなたが聞きたいのはもしかすると俺がいつ億万長者になるのかっていうこと？あなたが聞きたいのは俺がいつ億万長者になるのかっていうことで合ってるかな？合ってるの？合ってないの？
セゴロ T シャツ以外ステッカーがありますね。はい、今のところあるのはステッカーで、ステゴロこれが500円1枚500円です。これが1枚1000円で、黒とこれとこれがあります。これは1枚1000円ね、こっちとこっちは。でこれが500円です。この3つのステッカーがあります。一つかかってこないね、うん、高いかな、うん、今物があるのはこれだけですね。あ、了解です。欲しい方は LINE か DM をください。LINE か DM をください。よろしくお願いします。LINE か DM でお願いします。全種類、もう、何枚でも。何百枚でも何千枚でも対応します。はい、ワドツいらっしゃい、いらっしゃい。ワドステッカー運気上がりますか？あのね、すごいよ本当に。あ、やべえな、これマジで穴開いてんじゃん。すげえショックなんだけど。まあしょうがねえよな。500円以上で買ってもいいですか？ん、500円以上、たまにね、いるんすよ。これはそのお小遣いなって言って振り込んでくれる人いるんすけど、要はあれでしょ、500円で売ってるものをこうちょっと色つけてこれはお小遣いにしていいよってことでしょ。なんか申し訳ない気がするからな。まあその受け取ってはね、受け取らざるを得ないけど、ちょっと心苦しいというか、500円以上で買うっていうのは、なんかちょっと悪い気持ちになるかな俺は。まあありがたく頂戴してるのは、そうそうそう、ご好意に甘えてはいるけれども、まあまあグッズはその定価で買っていただいて、全然本当に僕の身入りになってるんで、はい、ありがとうございます48号さん。でもそんなに気を使わないでね、いただきたいですね。たまごちゃん、和道さんとコラボ喜んでた。あ、そうなんだ。まあまあまあ、よかったよかった。でね、もうこれね、結構ね、経年劣化って言って、ステッカーってボロボロになったら、うわかっこ悪いってなるじゃん。俺の布製のステッカーだから、これね3ヶ月ぐらい貼ったんだけど、かっこいいでしょ。ちょっとこう剥げてきて布でできてるから、こうちょっと味が出てくるっていうの分かる。これこだわりなんだよね。こう剥げてきてもちょっと古びたジーパンみたいなユースド感がかっこいいでしょ。ちょっとこういう感じになります。半年ぐらい貼るとこういう感じでね、ちょっと周りがこう毛羽立ってきてかっこよくなるようなデザインなんで、新品だと光沢がある感じなんだけど、使っていってもかっこいいですよ、うん、使っていってもちょっとかっこいいでしょ。これはねステッカーの素材かなりいいやつ使ってるんで、配信会で一番ね素材こだわってるぐらいこだわり抜いたそのやつなんで、金かけてますよ。すごい、サテンです、サテン。だからステッカー自体はね、ほんとクレーム来たことないな。マジで質いいって言われる。超もう本当に原価かけたもん。こうね、キラキラした光沢感のある感じのサテンね、布製ステッカー、そう、うん、こだわりありますね。もうデザインも全部自分がやって、これ本当に業者さんとかに頼んだんじゃなくて全部自分で作ったんで、はい、これが人気かな、うん、こっちが人気かな。ステディはまだ予約販売してないですね。まだそのデザインが完成してからいろいろ公表していきます、うん、そうだね。これね、もともとね俺がライブハウスやってたのがきっかけで、
スタッフパスってあるでしょ、こうスタッフの人がさ、ライブとかだとこうやって貼るやつあるじゃん。これ日付書いて、バンドメンバーの名前書いて、でそれをその楽屋とかに貼ったりとか、街に貼ったりとか、あとその機材ケースとかに貼るのがバンドマン、こういうの集めてる人いるんだよ。で、あのスタッフさんにしか配られないから、ファンが欲しがったりするの。実はどこどこのライブハウスでメンバーからもらったっていうと超特別な感じがするのよ、バンドマンとかだと。そんな感じでこうなんかこういうデザインで、スタッフパスっていう感じで、スタッフオールエリアズっていうデザインにしました。だからこうなんかこう貼っててさ、10年ぐらい貼ってて、配信好きな人があれ和道のかっこいいねそれみたいな、そう持ちがいいから、あーありがとうございます14号さん、もちろんです、配信であの公表させていただきます。デザイン勉強してないとデザイン語っちゃダメっていうのは世間知らずにも程あるよ。うん、俺が語ってんだから。だって作り手が語らないで誰が語るの？俺はデザイン業界全般のこと語ってるわけじゃないから。俺が生み出した作品に対して俺が語って誰が語るんだよ。俺以外語れる人間いないだろ、逆に言ったら。俺はデザインのことを語ってるわけじゃないんだよ。俺が作った作品に対してのデザインのことを言ってるわけだから。パシュートってね、あのスケートで 1500m を3人で回るやつ。デザインのデの字から勉強しようよって、あ違う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 、俺が常識を作るの、俺がやってることがデザイナーが100年後学ぶの。和道デザインっていうスタイルがあるって、わかる？才能がないから勉強しないといけないの。俺は俺で作れるから。ステッカー欲しい人は DM からインください。あーマジっすか14号さん、いやめちゃめちゃ嬉しいですね。いやだ、今日ライブ、あライブハウスじゃない、今日ラブホに行ってテレビずっと見てたから、ずっとパシュートパシュートパシュートと、今日何が撮りそうっつったっけな、なんか2つあるって言ってて、俺らは神だと思ってるよ22号さん、俺らは神様の微細なパーツだと思ってる。神のナノマシンだよ俺らは。神になるつもりじゃないの、俺らが神なの。俺らは神のナノマシンの。俺にとってはね。それが俺の神観。神論。俺らが神。うん、そうそう、ラブホ行ってた。池とし生ける子、皆神の子だよ。髪がなくてどうしようじゃなくて、なくなったものはもうなくなったものなんだ。そうじゃなくて、ある髪の毛と向き合うべきだと思うよ。失ったものは帰ってこないから、絶対に帰ってこない。帰ってきたようなふりをすることはできる。何かをかぶったり乗せたり、でもそれは失ったものとはまた別なものなのね。だから残ったものとどう向き合うかだと思うよ俺は。残ってるものと持ってるもの、あなたは髪の毛を失ったかもしれないけど、その代わり何かを得たはずなの。そう、得たものに気づこ、得たものに気づこ。失ったものはもう帰ってこないよ。それを乗せたりかぶったりとか植えたりとかするからフェイクになるの。本物で行こう。そう、本物で行こう俺らは。
俺はちなみに本当に受け入れたのは22歳の時に完全に受け入れた俺は、うん、10年前だね。 10 years ago。 早かったんだね。早かったな、うん、でも早かったから良かったね。そのじゃあ何、その薄っぺらい考えって言うけど、じゃあ43号さんの考えはどんだけ分厚いのって話じゃないの、うん、俺の話が薄っぺらく感じるのは別に結構だけれども、43号さんの考え方がどんだけ分厚いのか、まあ見てみたい気もしなくはないよね。どんだけ分厚いんだろうこの人って。同棲ってわけじゃないけどね、よくいるよ、よく通ってくれてんの。いやアンチからかかってこないんだよね、うん、かかってこないからもういいかなと思って今日はもう終わりにしようかな。いやなんか突かかってくるかかってくるってポンプだったのかな、ポンプか、まあ、ポンプだったら仕方ねえな、うん、幸せですよ。また行きたいね露天風呂ね、すげえリフレッシュできた。だパチンコなんか行くよりも最高の時間を使えるよ、うん、俺ねイケメン風とか何々風とか何々系って言葉大嫌いの。イケメンなのか意識高いのかもうはっきりしてほしいの。風とか系とか俺にはつけないで。そう、俺には風とか系とかいらない、うん、そのそういうもやっとしたのとかフェイクとかいらねえから、うん、イエーイ。俺パイパンだよ。あのね白髪ね治るよ、白髪治る。あのねそれがね俺尋常性白斑って言って、こんな大きいそうマイケル・ジャクソンみたいになってるんだよ、いろんな斑点が出てんの、太ももが黒い毛が生えてきた、白髪に真っ白になっちゃったけど、皮膚はねもう元に戻ってないんだけど、ひどいよ、あのグロだよ、見たい尋常性白斑グロいよ。あのそういう病気なの俺、皮膚病ね。いや幸せ、幸せってね、でもね気づきだと思うよ本当に。幸せってその実はね飯を食うとか布団に寝るとか誰かと手をつなぐとかね、すげえシンプルなことなんだけど、気づけるか気づけないかだけだと思ってんだよ。赤いバッグ、赤いバッグ、うん、だからなんだろう、気づいたか気づいてないかじゃ、ピカピカですよ、磨いたばっかりだからピッカピカです。だんだん色が渋くなってきたね。こんな感じ。
なんか些細なことだよ。よいしょ。遅いよ。遅いよじゃないよ。何？何って何？いや遅いよ。何が遅いの？いや電話が。どんだけ待ったと思ってんの俺が。何？俺のこと待ってたの？そうだよ。俺待ちかよ。そうだよ。なあ。ああ。どんだけ待たせんだよ。いやそれは悪かったよ。ああ。お前と俺がどんだけ話してえと思ってんだよ。知らねえよそんなの。どんだけって知らないよ。好きなのかよ俺のこと。え？好きなの？ね。まあなんだよ。ちゅうかさ、ね、俺の閲覧吸い取られるんだけど。ね、悪い。それどう責任取ってくれるの？閲覧一気にあの吸い取られるんだけど。いやそうじゃなくて、お前が俺の名前使って閲覧伸ばしてたってことなんじゃないの？それはない。ない。いつも俺はね、20から30行くわけよ。それが今もう20切って十何人になったわけよ。一気に。いや俺の方が面白かったって判断じゃないの？リスナーって正直だから。そりゃない。悪いけど。やっぱりフラッチ界でナンバーワンって言われてる俺ぐらいのね、勢いのある。誰が言ったの？誰が言ったの？フラッチ界ナンバーワンって。いや、みんな言ってるよ。リスナーさんが言ってる。見てくれてる人が言ってるってことは、それがやっぱり、そう思うよ。そうなんだって。いや俺あのさっき2時間ぐらいお前と喋ったけど、はっきり言って全然納得いってないから俺お前とのさっきのやり取り。じゃあ何？じゃあお前は本当は俺のこと大好きだろ？だ嫌いだって。だから嫌いなの？本当に嫌いだって。マジでこれマジな話だ。マジかよ。マジで嫌い。いや俺は納得いってないからちょっと納得いくまでちょっとどんだけ嫌いかちょっとよく手応えねえから正直。ないの？いやないね。お前は俺のこと大好きだと思ってるわ正直。いや俺はめちゃくちゃ本当にもうなんて言うんだろう、もうめまいがするぐらい嫌いだった。嫌いだよ。だった、いやだよ。嫌いだよ。だった。いやだったじゃないよ。だよ。まあ、言い間違いだよそれは。言い間違いか、ね、そういうところだよ。そういうのが言葉の節々にそういう誤解を与える、お前あれだな、好きな子に好きって言えなかったタイプか。小学生の頃好きな子にちょっかい出すタイプだろ。そうだけどランドセル掴んじゃったり、セミ投げつけたり。しょうがないんだよ俺は。しゃべりが下手だから、つまずく時だってあるんだよ人間だもの。いやね、俺は今日このトツでお前がワド大好きだわって言わせるから。それがテーマだよ。ああ、じゃあ言わせてみろよ。ああ何があんだよ。ワドに何があるんだよ。じゃあ言ってみろよ。俺はあれだ、俺はいろいろあるぞ。俺をまたそういうふうにさね、おばあちゃんを騙したように俺も騙すのかよ。いやあのな、お前は何にも分かってない。じゃあ何が、言ってみろよ。じゃあお前は何にも分かってない。何が、じゃあ言ってみろよ。じゃあどこから行こうかって、もう本当に俺のいいところがありすぎて、本当に卵味噌がすげえ好きっていうのがありすぎて、逆にあれだな、ありすぎて困る。どこにいいとこあるんだよ。だってちょっとさしすせそって言ってみろよ。さしすせそ。たまにさしすせそ言えないときあるだろ。そこはもう俺のチャームポイントだね。もうチャームポイントになって、もうそっから言えてなかったからな今。だから可愛いってなっただろ。可愛いからそこがイラッとするんだよ。イラッと
ちゃんと喋ってってなる時あるだろ。でも今お前も言えてなかったじゃん。まあね、俺、うん、たんと喋ってって言ってたじゃん今。そんなところ可愛いなって思ったよ俺は。ああそう、うん、うん、好きだろ俺のこと。今好きになったろ。あい嫌いなんだって本当に。マジかよ。うん、なんで彼女できるか俺不思議だもんって。ああ、うん、そうでしょ。だっていやなんで彼女できんのって。え、彼女何人ぐらいいたの34年間生きてきて。俺、うん、彼女は何人ぐらい。5人ぐらい。うん、嫌い、うん、なんで嫌いなの。いや、なんか面白くなかった。いや面白…いや、今何そこに面白さだっていらないだろ。ちょ、俺の顔見てみてよ。ちょっと今放送見て。俺これが真の俺だから。和道リスナーもちょっと見てほしいんだよ、この俺の真の姿を。うん、顔を 見ろってこと。そう、うん、うん、これで俺がどれだけモテるかっていうのが分かるから。うん、あね、あ、うん、あ、金子健を意識してるでしょこの頃。いや、金子健がむしろ俺を意識してるよ。うん、これ何年前の。これ5年前ぐらいかな。わあ、この、これは嫌い。嫌い？これは嫌い。うん。5年前のお前大っ嫌い。今の方がいいの？うん。今の方が好き。うん。いや、好きとか嫌いとかじゃないんだよ。好きか嫌いかの話だから。うん。うん。俺は嫌い。ワードのことは大っ嫌い。本当に。本当は？うん。いや、本当、いや、本当はじゃなくて、本当も何にも全部全て嫌いなんだよ。もう全て？もう本当に。5年前って言ったら俺の放送見始めた頃じゃん。そうだよ。俺東京にいたんだよ。それでこれ帰ってきた時だから、うん、ちょうど。うん、なんで帰っちゃったの東京に。うん、何しに来たの東京に。仕事だよ。何の仕事やってたの。あの線路直す仕事。で、あの見たことない夜中。なあ、まあ、作業員立ったりしてんの見たことない。いやあるけど。うん。いやあるけど。ちょっと。ね、なんで辞めちゃったの。頭爆発したから辞めたの。なんで。そ詳しく教えてくんない。ごめんね笑って。すごい大事な話なのに。線路を直す仕事をしてたと、うん、そう、とっても大事なことじゃん東京の線路を直すって。そうだよね、うん、で山手線なんて揺れがないでしょ。全くない。揺れなんてない、ね、あの揺れがないのは 俺らが仕事してたおかげだってことだよ、うんうんうん、やりがいあったでしょ。そうだね、うん、やっぱりそのだ、ね、うん、だし、うん、電車見るたんびにやっぱり俺がこの電車をみたいな感じでしょ。そうだよ、走らせてんだって、ね、だよね、だよね、うん、そう、安全にね。なんでそんな尊い仕事辞めたんだよ。なんで、うん、だから頭爆発したんだ。意味がわかんねえわ。いや、意味わかるだろ、頭爆発したっつって言ったら。ちょうどその時、あれ、ワドってさ、うん、地震の時さ、うん、放送してた？地震？あの、東北地震の時。東北？え？いや、それもっと前の話だよ。それ全然前だ。大震災の時放送してなかったっけ？してないよ、全然。だって5年前以上、5年どころじゃねえぞ、あれ。あ、そうだっけ？うん。いつ？あれ。あれは3月11日だろ。何年の？知るかよ！
知るかんじゃねえんだよ、教えろよそれぐらい。本当に、いい加減にしろ。何がだよ、いつだよ。だから知らねえよ、教えろよ。あ、知らねえよ。知らねえよじゃねえんだよ、教えろよ。待て、何がだよ。いや、コメントで書かれるだろ。待てよ。何を。待てよ。うん、ああ。ああ。で、なんだよ。だから、それがなんだ。ん？それがなんだよ。震災が。お前、震災のことバカにしてんだろ。してるわけねえだろ。じゃあ言えよ。うん、お前と違うんだよ。じゃあ言えよ。じゃあ言えよ。うん、ん2011年だよ。あ、そう。うん。まあ、それはいい。それはいい。うん、その話はもういい。忘れたから。うん。お前、そういうスタイルか。いや、忘れちゃうんだよ。お前がそういうスタイルなら、こっちもそういうスタイルで行くよ。お前、それがお前のやり方か。俺はな、ああ、そんなに頭いい方じゃねえんだよ。そうか。うん。わかった。だ、俺がなんで東京から北海道に帰ったかって話だろ。そうだ。うん。だ、パニック障害になったんだよ、俺は。なぜだ。知らないよ。急にだよ。そんなの。あんなもん急に来るやつだろ、そんなの。知らねえよ、そんなの。バカにしたな。そういうふうにな、そういうとこも悪いとこ。ね。障害者のことをバカにして笑ったりさ、ね。ホームレスのことをバカにしたり、笑ったりしてさ、クス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 って。そう、ほんとね、ちょっと聞いてる人みんなちょっとやめた方がいいぞ。和道を応援すんの、ほんとに。こういう男だからな、この男は。なあ、本当にもうすぐ人のことバカにするんだから、クス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 ってもう我慢できなくなっちゃうんだから、みんなあ、応援するのやめた方がいい、マジで。なあ、こういう男だからな。おい、みんな聞いてるか。ああ、何が怖かった？何が怖かった？パニック障害っつってもいろいろあるだろ。臓器息切れだよ。ほら、な、見た、聞いたか、みんな。ワードリスナー、こういう男からな、花火なんかあげるんじゃないぞ。ああ、まあ、その件は置いとこ、うん、うん、好感度は上がったぞ、俺がお前のことを見る目が変わりつつある。何が。俺はまたお前のことを好きになった、うん、いや、俺はもっと嫌いになったよ。な、わかるか。そうか。ああ、で、なんだ、何の話だ。で、なんだじゃないんだよ。だから、うん、水増しだろ、えつら。俺が。うん。なあ、のんちゃんに頼んでるだろ。なあ、ん、なんだ、もうのんちゃんに裏で頼んでるだろ、水増し。もうダメだ、もう何言っても。本当に今でもパニック障害なのか。今は薬で効いてるから治ってるよ。そうか、よかった。うん、何なんだよ。だからいつ上京したんだ。いつ。まあ、いつってなんだよ。だ、北海道から東京にいつ来たんだって聞いてるんだ、こっちは。22だよ。そうか。うん、なんで北海道に帰ることになったんだよ。そこだろう、聞きたいのは。だからパニック、頭爆発したからだって言ってるんじゃないかよ、さっきから。なぜだ。パニック、だからパニック障害。なぜそうなったんだよ。
知らねえよ俺だって来てよこっちだってパリッチなあそうだろパニックに俺に聞かせてくれよそれはそうだなあそっか俺の、うん、あなんで閲覧下がったかってあ俺のあそっかワドの声聞こえないんだこっちあそっか俺の声しか聞こえてねえんだこれちょっと待ってワドの声今度こっちが聞こえねえよ今度はこっちが聞こえねえよそっちが聞こえない、うん、なんだどうにかしろそうこういうこと俺あのずっとイヤホンで聞いてたわ続きだよ続きだよこの野郎続きだよ続きだようんお前お前絶対振り向かせてやるからな、うん、じゃあやってみろよああところでそれはさておきだなんだよ一番ドキドキしたことを教えてくれドキドキしたことそうだよお前が34年間生きてきて人生で一番ドキドキしたことを俺に教えてくれないかそれはいいドキドキと悪いドキドキがあるけどどっちのドキドキが強かったんだよいいドキドキと悪いドキドキだから悪いドキドキの方が強いよじゃあそっちだろ来いだからパニックのこいつみんな聞いてくれよこいつクズだかんなマジでおい汚ねえぞおいおい汚ねえぞお前そういうやり方すんのかそれがお前のスタイルかよ。聞いてるか。おい、それがお前のスタイルか。汚ねえよやり方が。汚ねえじゃねえだろ。笑うのよじゃあ。なんで笑うんだよ。じゃあお前ドキドキして大変な思いしてんだろ。そうだろ。ぶたれるぶたれてんだからこれ。わかったわかった。じゃあいい方のドキドキの話をくれ。そんなの初めてセックスした時だろそれは。違うのか。おい、うん、な、うん、とりあえずワドのリスナー聞いただろ、うん、今ので分かっただろみんな振り幅があるな俺が、うん、初体験は不倫だよ俺はおい汚ねえんだよてめえの喋り方てめえのスタイル汚ねえよなんだお前この野郎何のスタイルなんだそれお前俺の初体験今ジャブは捨てのジャブだったろお前捨てのジャブから重たい右飛ばしてきたらこっちもお前グラッとくるだろうがよ続けろよだから、うん、初体験はいくつなんだよ15だよおめえの年齢なんか聞いてねえよ何がだよ相手の話かよそうだよ6個上だよだから23だよその相手はどんな出会いどんな出会いだナンパだよナンパしたらな、うん、気づかなかったんだよその旦那がいるってことが、うん、ああそれで好きになってからもう手遅れだよ何年付き合ったんだよ2年だよいいかこういう風にみんな聞いてるか人の不幸を笑う男だからなこの男はおいもそうだおいちょっと待てなあ毎回そうだろみんなよく騙されるなこの男にいいかにお前2年もその女愛したのかよ愛したよ愛したけどなああ結果男できて別れ振られたんだよちょっと待って待って待ってちょっと待てよおいこっちのリズムもちょっと大事にしろよああいいよ、うん、なんだよリズムだから配信はな言ってみるよだからなんだよあれだよまあ2年間、うん、に相手は25うん、
どこが好きだったんだよ。どこが？うん。どこがって。本音で言えよ。本音だよ、俺は。どこが好きだった？俺はな、ワドみたいにな、俺はさ、そういうな、嘘は言わないんだよ、俺は。来い。本気で言え、何が好きだったか。何が、どこが全部言え、好きだったところは。まあ、乳首だろ。な？おう。おへそ。ああ。うん、それぐらいだ。子供はいたのか？いないよ、子供は。そうか。救われたわ。でも旦那に挨拶しに行ったよ、俺は。別れてくれってな。旦那に？旦那に別れてくれって言ったのか、お前。言ったよ、俺は15の16ぐらいの時。おお、なんて言われたんだよ、旦那いくつだよ。旦那はな、俺の10個上ぐらいだったな。おお。無理だって言われたよ、一言。そうか。うん、そうだよ。一言かよ。一言無理だって言われたよ。そうか。ああ。うん。そうだよ。そうか。なんだよ。のんちゃん、のんちゃんと何年付き合ってる？ 3 年ぐらい。1年だよ。1年か。結婚すんのか、うん、のんちゃんと、うん。その話は置いといて。しないんだな。次はな。次はだ。次は。うん、なんだよ。次は、もっとお前のことが、お前の、お前は俺のことを散々悪いことを言ってきた。二枠もかけて。お前のどこが悪い。お前のどこが悪い。お前は5年間かもしんないけど、今度はこっちの番だ。なんだよ。うん。お前のことをもっと知りたい。知りたい？そう。わかるか？この気持ちわかんのかよ。知らねえよ、そんな気持ち、うん。なんだよ、その変な気持ちは。言ってみれよ、じゃあ、その気持ちを。ああ、じゃあ、どんどん行くぞ。うん。一番充実してた時は何歳の時なんだよ。充実？ああ。小学校6年生じゃねえのか。おお、どんな感じの6年生だったんだよ。変わんないよ、今と。そうか、うん、鬼ごっことかしたいときあるだろ。あるな。そういうことだよ。うん、そうか、うん、かくれんぼしたことあんのかよ。あるよ。いつも鬼だろ、ワドは。そうだな。ああ、お前もか。うん、俺か。うん、お前もだよ。お前もかよ。鬼しかやったことねえだろ。ああ、縄跳びは縄持つことが多かったわ。そうだろ。うん、うん、そうか。だから今こんなひねくれた大人になっただろ。片親か。当たり前だろ。やっぱりな。ああ、片玉か。え？固まか？固まって何？固玉かって聞いてんだよ。固玉って何？あの、固玉ってなんだ？金玉1個しかついてねえのか？俺はついてるよ、2つ。2つついてるのか？お前はどうなんだよ。俺はでかいよ。大きさ聞いてねえよ。大きさじゃなくて、ああ、ちゃんとついてるに決まってんだろうよ。なんで聞いたんだよ、それ。片親かって聞いてきたからだろう。なあ、それは置いとこう。うん。なんて言ったって、今回は俺が攻める番だからな。うん。お前は、2回も、2時間も俺のことを責めた。俺にも2時間。知らねえよ。だってお前が切るなって言ったんだろうが。だってそんなこと言った。いや、俺にも責める権利があるはずだ。
じゃあ何、うん、あれだ、体育は得意だったのか。体育、うん、できると思うのか。俺がマット運動なんか嫌いだったよ。そういうことかな。できないよ。何段飛べたんだよ。3段そうか、うん、うん、あれか、縄跳びとかもやるのか。北海道ではやるのかよ。やるに決まってんだろ。オーナー跳びとかやるだろ。そオーナー跳びもやんのかよ。クラス最高。やるよそんなの。お前もしかしてつっかえたんじゃねえのか、ここ一番で。つっかえるも何も飛んだことねえよ。いつも回す方だよ俺は。やっぱりか。俺も回す方だったわ。嘘つくなよ。いや俺も回す方だったわ。休む方だろ。いや回してたわ。回してたの。回してた、うん、今俺に回されっぱなしだけどな、ワドはな。悔しいよ。悔しいだろ。悔しいよ。うん、あれだ、それはさておき、友達は何人ぐらいいるんだよ。友達いっぱいいるよ。いるのかよ。何人今いるだろ。今いるだろ。今15人くらいいるよ。お前もしかして、おいおい、なんだよなんだよ。お前もしかしてリスナーのこと友達だと思ってんのかよ。思ってねえのかよ。ワドはマジか、マジかよお前それ一番やっちゃいけねえことだぞ。バカ野郎。親兄弟な、親戚より長い時間一緒にこれあの喋ってんだ。おいお前それ一番良くないパターンだぞ。なんでだよ。友達だろ。こいつら手のひらすぐ返すぞ。それはしょうがないんじゃないか。それは友達な、リアルの友達だって手のひら返すだろ。お前それでそのスタイルでやってくつもりかよ。俺は友達だと思ってるよ。マジかよ。どれくらい、お前じゃあどおこの野郎、お考え方が全然ちげえわ。うん、うん、ちょっとだからな、うん、だから信用されねえんだよ。ワドはな、俺みたいにちげえよ。お聞け、聞いてくれよ。なんだよ、聞いてくれよ。俺も15人ぐらいの頃そんな感じだったよ。なんだよそれで。いろいろあるんだよ。それでなんで今は友達だと思えねえんだよ。わかんねえわ。なに、ちょっと閲覧増えたから、あのあれか、調子こいちゃったんかな。お前に俺の何がわかんだよ。わかるだろう。お前 FC2 の時なんか何にも喋んないでただボケーとして。お前に俺の何がわかんだよ。わかるだろう。お前何年見てきてると思ってんだこっちは。そうか。お前あれだな、妹と仲良さそうだったな。いいよ、10個下だからね。マジかよ。うん、お前もしかしてあれか、妹とめっちゃ仲いい感じか。そうだよ。マジかよ。うん、なんで。じゃあお前あれだ、もう頭きたから、すげえの行くぞ。うん、腹くくれよ。いいよ、すごいの来いよ。腹くくれよ。うん、いいよ。俺今からすげえこと言うぞ。うん、一番言いたくないこと今から言え。一番言いたくないこと。そうだよ、34年間生きてきて一番誰にも言いたくないこと今から言ってくれよ。誰にも言いたくないこと。そうだよ、親とか妹とか友達、15人の友達にも言いたくない本当のことを聞かせてくれ。な、今現在のこと。違う、34年間生きてきて誰にも言いたくないことってあるだろう。あるよ。それを言え。それだよ、それだよ。それはこれ放送上あの録画しないんだろうな。録画はするに決まってんだろ。ああじゃあ、おい、あお前録画されたらどうすんだよ。お前俺生きていかれねえぞ。卵味噌聞け。なんだよ。
俺は生活保護の時そんな感じだったよ。生活保護の時オレオレ詐欺のことカミングアウトする時もそんな気持ちだったんだよ。わかるか。バカ野郎、俺の言うことは今から言うことはな、とんでもねえことだよ。だから俺はその録画消せなんて言ったことあるか。俺はねえよ。俺はそれを話した時全員的になった。ああわかるか。閲覧は10倍になった。ああわかるか。対等に話しようぜ。一番言いたくないこと言えよ。俺か。俺は言ったぞ。まああれだ、5歳からオナニーしてんだ俺は。消せよ録画。それはできない。なんでだよ。なあ、その YouTube の収益あんのかよ。まあ多少は、YouTube、多少はあるよ。お前俺の出演料よこせよそれ。いや多分この動画2円ぐらいにしかならないわ。悪いな。うん、いいうん、そうか。なんで5歳でそんなことになるんだ。知らないよそんなの。触ってたら気持ちがあったんだろう。セルフか。セルフだよ。そうか。ああ母ちゃんが隣に寝てるな。寝てる、ね、寝た後に俺はこすってたよ母ちゃんが。そうか。ああわどうだよ電話相手は。あれか、なんだ。そうか。じゃあさ、ああ、なんだ。閲覧が伸びない理由は何だと思う。お前は伸びると思う。え、俺？まあ。いや、全然伸びないんだけど、どうだと思う。いや、お前は伸びると思う。いや、伸びねえんだよ。予言を、予言をしておこうか。うん。うん。お前は、今まで見た中で、とびっきり伸びるだろう。とびっきり？とびっきりだ、お前は。それは本当か嘘かどっちだ。本当だ。じゃあ、おそらく、おそらくお前は、うん、とびっきりだ。とびっきりのタイプ？とびっきりだ、お前は。うん。何タイプ？そうだな。おそらく、孫子がお前のことをほっとかないと思うぞ。じきに孫子はお前のところに来るぞ。やだ怖い。いや孫子はお前のことを絶対に見逃さない。いやポアされない。なお前を囲うだろう。囲ってくれんの。ああでもこの前さワドね、ああ孫子はあのとんでもない野郎だって言ってたよね。あいつはとんでもねえ野郎だよ。こんな野郎に俺があの捕まったらどうなっちゃうんだよ。いやどうもならないよ。ただ孫子はお前のことを絶対に放っておかないよ、うん、どうすんだよ俺。俺何やればいいんだよじゃ、うん、お前はお前らしくやるんだよ、うんうん、いや俺はな、うん、閲覧100ぐらいいけばいいんだよとりあえず、うんうん、お前なんだ。お前が配信する目的は何だ。俺かまあお前の話だ。やっぱり小遣いなりゃいいっていうのがね、それは頭にあるよそれ。お前金のために配信やってんのか。いや友達だ俺は。友達を作りたい。おいどっちなんだよ。一番は友達だよ。どっちだよお前。友達から金引っ張んのかよ。そうだよ。友達が応援してくれる、応援な、俺のことを応援してくれるんだろ。お前からお前友達から金引っ張んのかよ。トモエかよ。ホモエ？トモエだよ、トモエ。何それ、トモエって。友達営業ってやつだよ。いや、そんな知らないよ。そんな営業は聞いたことないよ、俺は。マジかよ。お前気づかずにやってんのかよ。そうだよ。お前、やっぱ伸びねえわ。
どういうことだよ。ダメだ。じゃあお前は伸びねえわ。お前は、うん、なんだよ。お前よ、うん。ダメだ。お前は。お前に必要なのは友達だ。お前のリスナーに名前つけてやる。カタカナで友達だよ。お前が花火くれとかアイテムくれとか言った瞬間、お前は終わる。そして今の発言で15人が冷めたんだよ。お前に必要なのは金じゃねえよ。なんだよ。友達だよ。じゃあさ、ああ、バドはリスナーのことを何だと思ってる？あれだよ、ファンだよ。ファン、いつも言ってんだろ。俺はファンなんかいねえだろ。いるだろ。どこにいるんだよ。いっぱいいるだろ。花火あげてみろ。じゃあ、あ、花火あげてみろよ。じゃあファンがいるって言うんだったらその証拠を見せろよ。うるせえうるせえ、ま、うるせえよ。今かほら上げてみろよ。じゃあうるせえよ。うるせえよ。ああ、うるせえよ。やってみろよ。うるせえよバカ野郎。ああ、うるせえんだよなあ。お前の言うこと聞いたら俺お前のファンだろうがよ。俺がそういう感じになった時しかうちは上がんねえんだよバカ。いや俺はいいよ。俺にあげてっつってるわけじゃねえんだよ。わざわざあげてみろよバカ野郎。俺の言うことしか聞かねえから俺のファン。バカ野郎、お前なんてことしてくれたんだ。お前な、いねえだろ。なんてことしてくれたんだよ。ほらいねえだろな。どうせ一発二発しか上がってねえんだろ。ああ、お前バカにしてんのか。なあ、お前うちのリスナーバカにしてんのかよ。バカになんかしてないよ。ワドにファンがいないってことを俺は言いたいだけだよ。俺にファンいねえのか。いないよ。なんでだよ。アンチしかいないよ。マジかよ。俺にアイテム上がんねえのかよ。じゃあ今後上がるわけねえだろ。なんでだ。それをみんな望んでるんだよ。わかるか。みんな望んでるのか。俺が花火上がらない配信者になること望んでんのかみんな。そうだよ。だからみんな監視してるんだよ。俺みたいなやつがいっぱいいるんだよ。じゃあ、うん、俺はもうダメなのか。花火上がらないのか今後は。そうだな。マジか。うん、もう前の枠で終わりか。前の枠、さっきの枠44発で終わりなのか。俺は終わりだよ。もう上がってないだろ今。どうだ、見てやるか。じゃあやめろ、見るな、やめろ。俺なんて今花火3発も上がってんだぞ。3発も上がってんのかよ。そうだよ。マジかよ。俺の閲覧見てみろよな。24人しかいない。その中で俺は花火3発だよな。ああ、うん。でもワド、閲覧何人だ。160人だな。そん中で花火何発だよ。2発だな。わかるか。これが俺とお前の差だよ。ああ、な、悔しいわ。そうだろ。ああ、お前そうだな、その点については。うん、俺の負けかもしんねえわ。そうだろ。ああな。ああ、俺はなぜかお金持ちが集まってくるんだよ。お前その理由分かってねえのか。分かってない。俺のアンチが投げてるだけだぞ。え、俺のアンチが投げてるだけだぞ。俺に。そうだ。あ、そうなの。そうだ。だからお前怒っただろ。お前は俺のこと嫌いで居続けないといけないんだよ。どんなことがあっても、どんなことがあってもだ、どんなことがあってもお前は俺のこと嫌いになり続けないといけない存在になってしまったんだ。お前は。俺は嫌いだよ。
そうか。でもどんなことがあろうが俺はずっと嫌いだよ。ああ、うん、ただな、ああ俺は4月にチャリ旅をするんだ。お前旅すんのか。チャリをな、チャリでやるんだよ。北海道か、もしかして。そうだ、北海道から兵庫県まで行くんだよ。なぜ兵庫県。そうだよ、兵庫。ああ片道1500キロあるんだよ。ちょっと待て、ちょっと待つんだ、ちょっと待て、ちょっと待て。なんだよ。ゴールはどこだ。兵庫県だよ。そうか。じゃあ何も、じゃあその件については何もないよ。俺はワドンチに突撃しに行ってやるからよ。な、新宿だろ。まあ新宿だわ。ちょっと待て、ちょっと待て。ゴールが兵庫ってどういうことだ。それは内緒だ。お前友達に隠し事すんのかよ。誰の友達だよ。お前の友達だよ、15人の。俺の友達はみんな知ってるよ。なんで俺には言わねえんだ、兵庫県のことは。それは言うわけねえだろ。言ったらまたなんか、な、ワドのことだから、な、わかるんだよ、それは。俺は言わないよ。まあ、お前には、いや、絶対言わないぞ。聞かせてくんねえのかよ。ん？うん。うん。教えられないな。そうか、うん、そういうの、そういうこともあると思う。え？じゃあもう聞かない。うん、もう聞かないからな。教えないもん。聞かないんだぞ、その件について聞かなくていいのか、うん、もう絶対に聞かないんだからな。いいよ、聞かなくったって。いいんだな。うん、あれだ、それはさておき、お母さんは働き者なのか。そうだな。そうか。俺がこれだけ超えてんだから働いてるってわかるだろ。わかる。ああ、ああ、毎日働いてるよ、汗水垂らしてな。お母さんは好きなのかよ。当たり前じゃないかよ。そうか、片親だぞ、こっちは。そうか。ああ、お母さんに対してどういう風になってもらいたいんだ。それはな、ああ、まあ俺が、ああ、一人前の男になって、ああ、食わしてやるんだよ。そうか。デイサービスとか行かなきゃいけないだろ、そのうち母ちゃんって。そうだな。じゃあ、じゃあお前はどういうやつになりたいんだ。どう一人前になるんだよ。配信会の王になるんだよ、俺は。そうか。七原浩平のようにな。お前もしかして七原信者か。そうだよ。恥ずかしくねえのかよ。なんでだよ。あんな年下に媚び売って。媚びなんだ。だから俺はコメントは打たねえんだよ。ロム線だよ。そういう問題じゃねえよ。年下に憧れて恥ずかしくねえのかって聞いてんだよ。しょうがねえだろ。それが実力だよ。な。今配信会って言ったら七原浩平だとよ。だよな。いや正直一回も見たことねえわ。ないの？ないわ。あ、暗黒を超えてくる勢いだよ。そうか。ああ。何歳だ？30歳だ。そうか。もっと若いと思ってたわ。30歳だよ。そうか。うん。うん、ところで、ところで、うん、あれだ、好きな食べ物は何なんだよ。唐揚げだよ。唐揚げかよ。ああ、俺の唐揚げの歌聞いたことねえのかよ。歌ってくれよ。聞いたことねえよ。ないの？ああ、ねえよ。ああ、
歌えんのかよ。歌えるに決まってるだろ、俺今のす令ぐ和にソ歌えんのかよ。ング。歌えるに決まってんだろ、カラオケソング。歌ってみろよ、じゃあ。唐揚げ大好き、2人とも、2人で食べれば美味しいね、唐揚げ大好き。こんな感じだよ。二人って誰だ？それはお前未来の奥さんだよ。ところであれだ 彼女はいるのか？いるわけないだろ。じゃあもう一回聞かせてくれ。なんだよ。それを踏まえてもう一回聞きてえっつってんだろうがよ。唐揚げの歌？そうだよ。唐揚げ大好き、二人で食べると、おいしい唐揚げ、中はカリ。外はカリだな。間違えたからまあいいもうよ。一回歌えよ、この野郎。もういいよ、もうもう3一回回歌えよ。ふ3ざけんじゃねえよ。間違った方、なんだぞ、お前。3回やったらつまんないいぞ、3から。回やったら。いいから。今もうつまずいおたん前、だふよ、こざりゃ。けんじゃねえよ。つまずいた歌聞かせてんじゃねえよ、この野郎。何言ってんだよ、このもう一野郎。回歌えっつってんだよ。みんなで食べればおいしいね。唐揚げとってもおいしいよ。二人で食べればおいしいよ。そういうふうにな、みんな見たか？これがワードの本性だよ。な、こうやって人をバカにすることしかできねえんだから、おい。みんな、映ってこい。な、ワードのリスナー。ファンやめろ、おい、ちょっもと待てよ。う。みんな、俺と友達になろう、みんな。お前、友達着々と増やしてんじゃねえよ、この野郎。増えるよ。何お前、友達増やしてんだよ、お前。増えるだろ、友達。ずるいよ。それは、俺だけかそれ、よ。また俺を一人ぼっちか。そうやって。そう、必ずな、ワドを FC2 のようにさせてやり、さ、して、したいんだよ、俺は。ワドをどういうことだ？ FC2 のように。どういうことあだの時はワドは誰もいなかった。よ？ああ。FC2 の時かな。うん。毎日な、もううつ病患者みたいに、もうぐったりしてたからな。ああ。それを見て俺はニヤニヤしてたよ。そうだろう。辛かったろ。じゃあ最後に聞かせてくれ。いや、まず聞かせてくれ。何をだ？ FC2 の時は辛かったか。そうだな。すごく辛かったな。今楽しいだろ。そうだな。じゃあ絶対にファンを騙さないでくれ。もう。わかった。それは約束はできない。騙すかもしれない。そうだな。最後に聞かせてくれ。なんだ。最後の質問だ。なんだ。なんで北海道に帰ったんだよ。だから頭が爆発したからだよ。なんだよ、それ。どういうことだよ。だからパニック障害になったんだよ。どういう感じになるのか聞いてんだろ、こっちは。だから心臓バクバクして倒れるんだよ。唐揚げの歌歌えよ、じゃあ。唐揚げ大好き、二人ともこんなにパリパリおいしいね。手強いな、こいつ。こいつ手強いな。伸びるな。来たな。とんでもねえやつ来たな。こいつ友達増やす気満々だわ。こいつ今はまだ小銭稼ぎに夢中になってるけど、こいつ小銭捨てたらとんでもないことになるぞ。ああ。小銭を捨てた時こいつ化けるぞ。
こいつ友達抱え込んでるわ。いや、まだ脅威ではない。まだ脅威ではない。ただこいつは、こいつは新世界来るぞ。こいつは、こいつは、小銭に執着してるうちは怖くないわ、正直。あ、谷さんどうも。俺が最も恐れた配信者、石野康介、柏木。はっきり言う、この二人超えてる。柏木と石野を遥かに凌駕する、遥かに凌駕するポテンシャル。ただこいつ、グランドラインに乗り出すつもり全くない。こいつイーストブルーで小遣い稼ぎに夢中になってるけど、やばいぞ、俺は。まあ、実際小遣いで終わらせておきたい存在だな。こいつは小遣いもらって、唐揚げの歌でも歌ってればいいんだよ、こんなやつは。とんでもねえやつ現れたな。どうなの？卵味噌の点数何点か書いて。卵味噌の100点満点中何点なのか書いて。うん、俺はなかなかの高得点だよ、正直。45点か60点か70点か。あー、結構低いんだ。結構低いな。結構思ってたより、まあ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 賛否両論って感じか。まあまあ配信会が賑やかになってきそうだな。配信会が賑やかになってきそうだわ。ただ俺が求めてた、俺が求めてた最強のライバルになる可能性がある。あいつにも俺が必要だし、俺もあいつが必要かもしんねえわ。あいつとなら100点取れる気がしてきたわ。あいつとだったら100点取れる気がしてきたわ。5年間待ってた卵は渡さねえよ。なんだよ、囲い込まれてんな。そうか、まあそれはあいつが決めることだから、それはあいつが決めることだから。とんでもねえが現れたな。現れたっていうか、まあとんでもねえやつ生み出したな俺。あれは俺が責任取る。あいつは俺が責任取る。あいつは俺が生み出したモンスターだと思う。うん、Sタークだね、Sターク。Sタークでしょ、完全な。東京にいた頃毎日職務質問だった。
来るのか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 待とうじゃないか。来るんだな来るんだな。来いよ、来れるもんなら来てみろよ。来るのか。おい、あ、なんだよ、 なんで来てんだよ電話。なんで、うん、なんでってどういうことだよ。なんで切るんだよ。あれだよ、いいか、あ、のんちゃんと、のんちゃんと結婚するのか。結婚するしない、どっち。いろいろあるだろう。できないのか、弟に嫌われてんのか。そうだ、だからできないのか。そうだ、ああ、家族からも嫌われてんのか。そうだ、俺のことを嫌いなやつばっかりだ。生きづらいだろうな、ワド。そうだな、人生ってこんなにも生きづらいと思わなかっただろう。思ってた、思ってた、思ってたのか。思ってた、ああ、な、こんなにも辛くな、なぜ僕は何もしてないのに嫌われるんだろう。唐揚げの歌歌えよ。歌わねえよなあ。変わったな、うん、変わったな、ハマった、変わったな。お前何が変わったんだよ。歌わねえのか。唐揚げの歌はまだだよ、まだ早いよ。そうか、いろいろあんだな、うん、だからな、うん、まあ、今度はあの突撃しに行くからな。いえ、いつだな、いつだよ。そりゃお前東京着くのわからない、いつになるか。何で行くんだから。いつから行くんだよ、車輪子でいつから行く。4月の1日ぐらいから行くよ。なんだそれは、4月っていうのは。4月の1日、雪が溶ける頃だろう。北海道のどの辺だ。それは教えられないよ。大体あるだろう、いろいろ。まあ函館とか札幌とか旭川とか。札幌近辺だよ。そうか、ああ、行くからな。なあ、コーヒーぐらい用意してくれよ。なあ、唐揚げ歌ってくんねえか。うん、いいよ、唐揚げの歌。ああ、何番、何番。4番。4番。ああ、4番を、あの4番って、ちょっと待って、ちょっと、分かった分かった。1番はどんな感じだ。1番さっき歌ったろうよ。じゃあ2番はどんな感じなんだよ。2番か、ちょっと違う違う違う、雰囲気を言う、歌じゃない。雰囲気はどんな感じだ。バラードだよ。2番バラードか。3番はどんな感じだ。3番はあのなんか明るい系だよ、あの、うん、ラテン系だよ。じゃあ2番だ。2番、2番でいいのか。2番って言ってるだろ。しんみりするぞ、いいのか。ああ、唐揚げ本当に美味しかったよ、二人で食べればパリ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 、心はほっかほか、とっても大好き。多すぎる。ツッコミどころ多すぎるだろ。
うん、3番だな。そうだな、うん、寝るか。雑談いる？みんなどう？雑談、通常雑談いる？やめるとく？いやいや、もういいわ。もうなんか卵の枠なのか俺の枠なのか分かんなくなってきたから、うん、寝るか。いやー、3番お腹いっぱいだよね。もうね、お腹いっぱいだよね。マドンさんの配信見ながら寝たい。じゃあもうちょっとやろうか。もう少しだけやろう。あー、面白い。うん、いや、3番は聞かないもん。もう、あの、胃もたれだよ、胃もたれ。胃もたれだよ。寿命を短くする必要ないから。うん。ああ、俺の声ね、聞くとね、ありがとう。うん、ああ、俺の配信？俺の配信は別にあれだよ、普通の雑談よ。うん。まあ、まったり系だからね、俺もともとね。ああ、癒し系？いやー、なんだろうね。やっぱり病気だったかっていう、その、やっぱりなっていう、なんだろう、この手応え。やっぱり何かメンタルが、ね。やっぱりなんだよな。いつもそうなんだよな。うん、どうしてなんだろうか、うん、いろんな人がいるな、面白いな、うん、あ、いいよいいよ、あげるよ卵味噌は。卵味噌はそっちでやればいいじゃん、いいよ。俺はお前らから卵味噌を奪わないから。はい、こんばんは。あのね、伸びるのは伸びるんだろうけど、あの伸び方が不安かな。要はね、急激に伸びると急激に下がるんだよ。ゆっくり上がってってほしいね。ゆっくり、ゆっくり上がってってほしい。ドハマりしてんじゃん。あー、ゆっくりね、育ってんだ。俺ね、違うんだよ。卵味噌っていうね、もう小手半で才能を感じたの、実は。卵味噌の時点でこいつは分かってるっていうのは分かってたんだけど、あのタイムシフトを覗いた瞬間に確信に変わって、卵味噌なのにキノコのサムネだったの。もう そこに全部詰まってて、卵味噌って小手半だけでもまあなかなかの高得点なのに、もう正解なんだよ、卵味噌だけで。でサムネイルがキノコのサムネに卵味噌だったのね。ここに全部詰まってるんだよね、ほんと。うん、いやー、すごいね、正解なんだよね、正解で。食べ物何好きなのっていう振りに対して、キノコも卵も味噌もあるのに唐揚げが好きなんだって。天才なんだって、天才、天才。あ、俺はあのタイプじゃないもん。俺はあのタイプじゃないもん。
天才肌ですよ。泥棒柄の斑点とか唐草模様ね。ずるいね。誠とはタイプが違うかな。誠とは違うかな。どちらかというと石野の系統なんだけど、性格系統はあれなんだけど、性格は全く違うんだけど、どちらかというとね、石野系統なんだよね。あれは石野系統だね。いや、あのね、寝っ転びながらの配信がすごくいいなと思ったよ。すごく良かったね。すごく良かった。太もも、ちょっとグロいよ。グロいの苦手な人、ちょっと、ちょっと画面から。太ももグロいよ。こんな感じ。真っ白。もうどんどん広がってってる。やばいでしょ。白人なんだよ、ここだけ。最初こんなだったのに。ぶわー広がる。呪いだよ、呪い。やばいでしょ、これ。これはね、マイケル・ジャクソンと同じ病気。尋常性白斑ってやつね。余命どうなんだろうな。まあ長生きはできねえだろうな。そう、よっさんと同じ病気。そうそう、白ナマズっていうやつで治らないらしいよ。原因がよくわかんないんだって。あ、そう、治った部分もあるんだ。害がね、その2つタイプがあるのが分かってて、一つは甲状腺がんとか甲状腺機能の弊害から来るタイプと、あとはそのストレスから来るタイプがあるんだよ。で、多分俺はストレスだっていう見解だね。おやすみ。治せるというか焼くんだよね、確か。166号さんさ、俺のこと消すのは簡単なんだよ。あなたが俺のことブロックすればいいんだよ。ストレスあるよ。多分その俺の脳にアクセスしたら多分死ぬと思うよ。本当に過剰に脳内麻薬です。多分死ぬと思うよ。あ、おでこか。顔に出たんだ。いや、多分発狂すると思うよ。発狂すると思う。それはね、もう耐えらんないと思う、普通の人だったら。まあね、足でよかったっつうか、まあ俺は別に顔に半分顔が真っ白でも別に普通にやるけど、男だからね。女の子は大変だよね。あー、ごめんごめん、185さん、ちゃんとやるよ。166号さん、連投やめてよ。俺は配信やめないよ。
あなたにどれだけ言われても配信はやめるつもりないよ。だからあなたの視界から消すことはできるからさ、ブロックすればいいんだよ俺のこと。いや別に何だろう、俺はあの昔からスタイル変えてなくて、あの家で雑談やってる時はどんな人のリスナーさんだろうが配信者だろうがどんな内容だろうがトツは断らないってスタイルでやってんのよ。だからまあまあトツかかってきたら誰でも受けるよ。あ結構いるよね、マイケルが白くなる病気だっていうね、まあこの病気のことね。そうだね、朝から昼間全然やるよ。いやラグどうだろう、ラグ普通常放送だけどラグそんなにないはずだよ。ラグないでしょ、ラグないと思うよ全然。あ森光子さんもそうなんだ、俺はどんだけ消えろって言われても消えないから、うん、無駄だよここで。そんな指も疲れちゃうでしょ。宮台真司について語る枠してくれ。俺はね宮台真司さんの情熱的なところ結構嫌いじゃないんだよ、でもね俺はねあの宮台真司さんのお師匠さんが好きな、小室直樹さんが大好きなのね。宮台真司さんも好きなんだけど、なんかね宮台真司さんが結構的外れなことたまに言ったりとかするから、すごい頭のいい人なんだけどあの人は、ラグの時はリスナーもラグなし。いや一回入り直したらラグは消える。今ラグないはずだよ。一回その出てまた枠入り直したらラグがあるけど。あーコメント欄で聞いた、大杉蓮さん亡くなったのは。小室直樹さんは行動的禁欲ってすごい考え方。行動的禁欲、ああはいはい。あ180号さんね、あのこういうのは消えないから180号さんの方でブロックしてもらわないと、俺はブロックしないよ。俺は頭良くないもん。和道が偽物だと思う。知識人。ああ、あの、朝生に出てる、あの、女の人。なんだっけ、若い女の人。若いっつってもなんか子供いるんだっけな。なんか、その美人ぶってる黒髪のロングの人とかいない？あれと、なんていうのかな。なんだろう。あと、なんだっけあの中小企業診断士の三橋さんだっけなっていう人とか、なんか保守系に多いような気がするな。保守系に多いような気がする、二ちゃんの有名コテハンだからね、もともと。あや、お疲れ。あ、卵味噌がアンチコメント誘導してんだと、それバンになるからやめさせ、あの、通報の前に警告して。あの、卵味噌がアンチコメント誘導してたら、それ一発バンだから、やめないとダメだよって、やめさせなって言わないと。それでやめなかったら通報して。コメント欄で卵味噌に警告して。それってあのニコ生でもツイキャスでもふわっち特に厳しいのよ。あカズヤはカズヤチャンネルはもうダメ、全然にわかにわか。あれはカズヤチャンネルは怪しいよとかじゃなくて、あれはにわか。石破さんは俺総理大臣になってほしい人ずっとだね、石破さんは。柴さん目つき半端ねえよなとか顔
顔で損してるよねあの人はね。いやよ大丈夫だよ、テスト大丈夫だよ。あー、シゲルさんトップになる気ないだろうね。うん、俺もそんな気がする。防衛大臣、うん、そうなんだよね、顔で損しちゃってるよね、うん、でもまあ俺安倍さんで全然いいと思うけどな。メンタリストの大悟はだからいつも語ってるけど、あれはマジシャンね、うん、あれはマジシャン、うん、あ、落合陽一さんはなんだろうな、あの人なんでその評論家みたいなポジションやってるんだろうな、うん、これでも落合さんのなんか回とかってあんまり見てないんだけど、あの朝生であのなんだっけ村上だっけ、村上さんが炎上した時見たけど、なんか若いなって感じはしたね、まだ。いや俺はね、普段情報を得ることよりもね、多分考えることの方、その場その場で考えて喋るタイプだね。だからあんまりそう、もともとそういうタイプ、自分で考えて喋るタイプ。落合さん専門分野が目を引くから、アートと科学の融合、アートと科学融合させる必要があるのかな、よくわかんねえな。いつからデコ広くなった？俺は子供の頃から広かったね、うん、子供の頃から広かったよ、うん、卵味噌、いやあのね、配信で伸びるかどうかっていうか、面白いね本当に、面白いね、うん、俺は好きだよあの彼のスタイルっていうのは。ただまあ生かすか殺すかっていうのは俺が決めることじゃなくてリスナーさん決めることだからな、抜群に面白いね。ハロハロ、ボキャブラリーが少ないのはそのなんだろう、本を読んでないからじゃないの。本を読んだら語彙も広がるし、ボキャブラリーも広がるはずなんだよね。知的ぶってないけどな、別に基礎教養ないよって言ってるけど、なんか別に知的ぶってるように見えんの？それがよくわかんないんだよね。よく言われるんだけど。決着ついたよ。
おすすめの漫画、何系の漫画が好きかによるけど、個人的に好きなのは古谷実さんの作品とか、あと僕らのっていう漫画とか結構面白かったね。ヒゲ好きなんだよね。うん。通報了解。堀江さんの本は 何読んだかな。なんか一冊ぐらい読んだことあるけど、あの人ゴーストライターだからさ、あの堀江さん本人が書いてないの分かってるから、あんまり読む気しないんだよね。堀江さんの本は読んでも意味ないと思ってる。あーどうもどうも、204号さんいらっしゃい。全部アンチではないでしょ。招き猫も花火もパフェもアイテムくれてる人がいるんだから、全員が全員アンチではないでしょ。好きな海外ドラマ、いや海外ドラマねほとんど見たことないんだけどね、うん、海外ドラマ面白いよね。アメリカのドラマね、24去年あたり初めて1見てみたけど面白かったね。アイテムで自演とかやってないけどな俺。俺全然ひろゆきさんとタイプ違うと思ってて、話し方似てるっていうのがちょっとよくわかんないんだよね。顔は似てるって言われたことあるけど、今日本のドラマがね全然面白くないから。あ、今日ねラブホテルで海外ドラマで韓流ドラマ見たけど面白かったね。じゃがいも王者、俺面白いと思ったこと一回もないな。なんで人気なんだろうっていうのはずっと思ってて、一回も面白いと思ったことないわ。うん、俺はよくわかんないね。指輪高かった？いや別に高くないけど、うん、人の配信全く見ないよ。だって配信から学べるものなんかないじゃん、うん、はいこんばんは。最近ふわち本当につまんない揉め事ばっかり。ああ。うん、ワードごめん。はいはい。今からさ、ココアのコラボに上がれない？ちょっと30分だけでいい？30分ですか？リスワンのため。ああ、でも僕、リスワン協力ってなんか慣れ合いでダサいと思ってんすよ。じゃあ、俺のためにお願い。え、なんでそんなことするんですか？なんでするんですかって、爆走がかかってるからだよ。ああ、いやーなんかそうリスワンでその誰を取らせるとかってなんか仲間内でクソダサくないですか？しょうがねえじゃん、バックスだもん。
どうなんだろう。いや、わかるわかるわかるけど、なんかそのなんかもうリスワンやめた方がいいと思ってるんですよ僕。俺もそう思ってる。フワ自体が俺もはっきり言って俺正直自分でリスワン取る気は全くないし、うん、だしそのなんだろうな、リスナーさんを道具みたいに使いたくないんですよ僕。いや、わかってるわかってるわかってる。おー、まあまあわかった。じゃあごめんなさい、ほんとごめんなさい、すいません。それはもう無理ですね。お前の正しい、ただお前は花火こじってるけどな。花火はこじってますよ。お前リスナーものとして使ってんじゃねえかよ。でもなんだよ。いや、違うんすよね、なんか。てめえなんだよ、シルバーアクセサリー5万で売るのがバケわかんねえよ、バカみたいなね。お前原価2000円ぐらいなのにな。いや、まあまあ、それはそう、それはあれなんですよ、商売なんで。それじゃあ同じじゃねえか、お前リスナー道具として。いや、なん、なん。てめえがリスワン取れねえだけだろ。いやだ、まあ、くだらないんすよ、リスマン。出た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 、花火小敷のくせに。いや、花火小敷は花火小敷っすよ。同じじゃん。でも、いや、同じじゃないです、同じじゃないです。じゃあ、リスナーさんと楽しんでるんだったらいいんだけど、俺のリスナーさん、ココアさん。あ、和道のロジックで言えば。そうそうそう。和道のそのそのテクニックみたいな、リスワンは違うと。リスワンちょっと、なんか、最近変ですね。ロジックで言うとそうなんだ。そうなんですよ。ワドのアイデンティティで言うと、うん、やっぱその自分のアイデンティティを使って、うん、ね、それを言っちゃえばね。もっと僕フレキシブルにやりたいんですよ。フレキシブルにな、なるほどね。はい、まあ、いや、あの俺ちょっと協力しなきゃいけないからごめんね。はい、付き合って何年だ。はい。はい、うん、ちょっとな、最近こういうのは、いや、鮫島さんの頼みで断るのちょっと嫌なんだけど。ありがとう、101個メガホンありがとう。リスワンくだらんよな、ちょっとな。ちょっとくだらんよね。いや、その誰々取らせたくないっていうのと誰々取らせたいも一緒だと思ってて、そういうゲームってなんか微妙。そうそうそう、それに振り回されてもね。そう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 、まあまあまあいいんだけど。生活かかってるよ。だからアイテムいただけると本当ありがたいよ。生活できてんのリスナーさんのおかげだもん。ねえ、その談合組んだり政治ゲームみたいな俺嫌だからさ。さすがにね、先輩の頼みは動けるようにしたいんだけど、コラボ禁止率がリスワンの時にコラボの数字が反映されるの、友達多いゲームに変わってるからさ。ねえ、友達多いゲームに付き合うの、なんでリスナーさんが振り回されないといけないのって。見たいもん見るのが配信じゃん。さすがにちょっともうなんかふわっちは裏技っていうかさ、攻略法みたいなのも見つけられちゃってるわけじゃん。そのコラボしていくのがセオリーみたいな。だからまあ友達多いやつの勝ちみたいなゲームみたいになってるから、俺は正直協力するつもりないわ。難しいけどね。まあでもその、そうそう、だからピンで放送、自分の放送やってファン抱えてる人はかっこいいと思うよ、リスワン取れなくても。だからなんか俺はリスワンもうそれで、先月11回取ったの。11回取って連続でずっとバーッと取って、1ヶ月だけ取れなかった月があって、でも去年の10月からもう宣言者、もうリスワンゲームから降りますって言って、くだらねえからっつって、くだらない、リスワン取ったら1万円もらえるんだけど、それよりもね、名誉の方がでかいよね。リスワンに乗れたんだよっていうのが名誉になるから、それがでかいね。いや、リスナーさんはそう思ってるはずだと思うけどな。あんなのでリスワン取って本当におめでとうって言えんのかなみたいな。言えないよね。あんな仲間で囲い込んでさ、リスワンおめでとうって言える？本音で。どうなんだろう。ありがとう。リスワン取ってみたい。あー、でも今はもう
友達多い人っていうか配信者仲間がの多い人ゲームになってるよ。うん、ツバニャンをどう思うか、いや何だろう、都合が悪くなると泣いて悲劇のヒロインを演じてる豚ゴリラ、私かわいそうでしょ、いやお前が悪いんだよっていう。で都合が悪くなると、あの財布を落としたとか、お前何回財布落とすんだよみたいな、お前人生でこんなに財布にもうチェーンつけとけよっていう、絶対落とさねえからって、チェーン付きの財布買ってやりてえぐらいだよ本当に。いやそう思わない、チェーンつけとけよバッグと、鎖つけとけ鎖、絶対落とさねえから。いやそうでしょ、あれはチェーン紐かなんかで結んどくべきだよ、誰か言ってあげた方がいいでしょ、紐で結んでおけばって、なくさないよって、俺はそう思うんだけどな。嫌いとかじゃないでしょ、俺はそう思ったこと言っただけだから、財布紐つけとけって、あとお前が悪いのになんで私かわいそうって言って涙して悲劇のヒロインになるのか全く分かんないの。それは嫌いとか好きとかじゃなくて、誰がどう見てもお前が悪いんだってリスナーさんも言ってんのに、なんで私のこと責めるのっていうのが、何言ってんだこいつっていう、ただそれだけ。はいどうもどうも、ブロックとかめんどくさいね、指動かしたくない、うん、まあそうなんだよね、全部佐野が悪いんだよね、いやもっと言ってやってて別にないよ、うん、もっと言うっていうか何もないよ、取ってつけて言うわけじゃなくて単純な感想ね。あー初見さんありがとう、風船ありがとう、楽しんでって、キツネ枠、いやわかんない、なんで通常枠が見たいの、別にキツネの方が閲覧あるしコメントあるしアイテム飛ぶしキツネでいいのかなって思ってるけどな。いやだからあの244号さんまだ分かってないみたいなんで言っときますけど、佐野が全部悪いんですよ、わかりますか、この世で起こる悪いことの神羅万象すべて佐野が悪いんです、はい、わかります、佐野が全部悪い、以上です。あーお疲れ様、うん、そう、万物の法則、アインシュタインも最後佐野って書いたらしいからね、最後のメモは佐野で終わってたらしいよ、あーまあまあ、いや普通に思ってると思うよみんな、リスワンの件は、ていうか多分鮫島さんもそう思ってるはずなんだろうけど、
なんか佐野に腹が立ってきました、うん、いやあのねこれねリスワンだけじゃなくてねもっと根本的な配信者の性根で、あのもっと言うならね、リスワンは表面化してる部分なんだよ。でもっと言うなら青壁に溜まるのもそうだし、キャスバーに行くのもそうだし、いや人の名前しか出さないでディスリ配信やってるやつもそうだし、自分のコンテンツやってるやつ何人いるのっていう、なんかふわっちっていつからこんなサイトになったんだろうね。そう思わない？そう思いません？自分のコンテンツ大事にしてる配信者って何人いるんだろうって、本当数えるぐらいしかいないんじゃないの？そう思わない？うん、別につまんなくてもいいからオリジナリティ出せよと思うんだよね。全然つまんなくていいから。うん、なんかその青壁に行ったらキャスバーに行ったら閲覧伸びるって何のために閲覧欲しいのみたいな、そもそも楽しませようっていう気がなくねみたいな、そもそも、まあキャスバーはねいいかもしんないけど、うん、そうそう好き勝手やればいいのにっていう、もったいねえよっていう、うん、なんかそこまでしてなんで閲覧欲しいんだろうっていう、そうそう閲覧くだらねえ理論だよ、うん、なんかそのよくわかんねえな、喋りたいこと喋るために配信やってんじゃねえんだこいつらみたいな、なんか言いたいこと言うために自由になりたくて俺配信やってんだけどな、新野町全く気にしてないし、あの内容で勝負してると思うよ、うん、いやまあだから結論になるんだけど、やっぱうなちゃんマンが全部悪いんだよな。佐野が悪いんだよな。うん。トイレ行ってくるね。ちゃんまんさえいなければな。
シャツにねつけられるんだけど、やっぱりねあのシャツだとねこの辺だから、やっぱりねこの辺にあった方がいいんだよね。ゴローズじゃない、俺はブランド、あゴローズ全然わかんない。ゴローズを知ったのはそのゴローズのパチモンパチモンって言われて、俺はゴローズに全然惹かれない。ゴローズ何がいいんだろうね。よくわかんねえな。ブランドはカルティエ。財布はベルルッティの財布欲しいな。ネームバリューと希少価値ってさ、その五郎さんが求めてることなのかな。アクセサリーとかなんか作り手はやっぱすげえかっこいいっすねっつって、これつけたいっすっていうのが一番いいと思うんだけどな。五郎さんが求めてたことなのかな、ネームバリューと付加価値とか希少価値ってどうなんだろう。欲しいものリストは今んところ作ってないっすね。うん、っていうのもね、もう配信長いからある程度ねもう機材とか揃ってるんで、うん、今のところ必要ないですね。まあ結果的にそうなったのは分かるけど、そのじゃあ数が少なくて自慢したいからつけてるだけってなるじゃん。人に自慢するためにつけるのとかあんま好きじゃなくて、自分が身につけたいものを身につけるのが俺は本質だと思うけどね。人にダサいとかかっこ悪いとか言っても俺好きなんだよねっていうのが正解じゃないのかな。アクセサリーなんかその自分が好きなものをつけるべきだと思うけど、うん、なんかその他人に自慢されるためにつけるものって何なの。つらいつうか、たのなんか面白くなそうだよね。うん、ファッションやめた方がいいよね。そうそう、究極の自己満でいいと思ってるよ、ファッションは。俺はファッション自己満でいいと思うけど、うん、ファッション自己満だよね、うん、自分が周りの目気にして周りに合わせるファッションも自己満。それが自己満。他人に合わせて自分を満足させられる人っていなくない？ずーっと流行をかけてたり、ずーっとその他人の評価を気にしながら生きるわけだから、自己満足はできないんじゃないの？他人の評価をずっと気にして生きていかないといけないから、それは自己満にはならないんじゃないかな。
おやすみ。俺はなんかサラリーマンとかが全員スーツ着てるの見ると怖えと思うけど。なんでスーツを着るのが正しいのかがわからねえわ。あれもともと軍服だからね。だからスーツじゃないといけないって思ってる会社なんだろうな、洗脳されてんのかな、何なんだろう。スーツ、まあジャケットってさ着てみたらわかるけどさ、あのこれ軍人が着てた服の名残なのね。これ軍服から着てるんですよ。これさジャケット着るじゃん、で襟立ててごらん、ほら軍服でしょ、軍服でしょ、これを、これが元なんだよ。ほら。ほら。軍服でしょ？そう。それを軍人がこうやって街に出た時だけ襟を折ってたところから始めたの。そう。だから軍人が着るもんなんだよ。本来。そうそうそう。が由来なのね。んでもそれが当たり前になってる会社っていうのは俺は今後生き残らないと思うけどな、うん、そのスーツ着てて偉いねって言ってる会社は全部なくなるんじゃないかと思ってるかな、うん、いや軍人がそれを着るのは理由がわかるの。その軍人が着るっていうのは分かるんだよ。ただ軍人じゃないのにサラリーマンを軍隊化しようとしてるんじゃないの会社はっていう。いやスーツ着て当たり前だろうね、うん、スーツ着て当たり前だと思うよ。公務員か、公務員ね。いや公務員スーツ着てない人結構多いけどな、逆に逆に多いような気がするけど、あのね閲覧をね、あの中西マンのためを思って閲覧奪おうとしてるんだったら中西マンにとってそれ良くないことだと思うよ。自分のトークで掴んだ客じゃないと中西マンの評判がどんどん落ちるだけだから、実はその他枠で何々が神回とか何々の放送見に来てってやるのってその人その好きな配信者の名前を汚す行為だから逆効果なんだよね。余計見なくなるだけっていうか、うん、そんな感じがするかな。うん、売名がダメだとは思わないの。売名ありきの世界だし、俺も今は売名やってるわけね。でも売名にもスマートなやり方とかっこ悪いやり方があるんじゃないのっていうことを言ってんの。
サラリーマンの戦闘服。スーツ着てる人が社会的信用あるって判断をするんだろうな。まあまあそんなもんか。そんなもんか。弾き語りはね、花火が上がった時だけ一曲歌うことにしてるんだ。花火でリクエストがあった時だけ歌うようにしてる。あんまりね、弾き語りがね、好きじゃない人が多いみたい。ごめんね。そうなんだよね。俺のことブロック入れたら一発で終わりなんだけどね。髪切ってないよ。いや、リスナーさんは見たいもの見るよ。誰かに言われて見に行くっていうのはおかしいでしょ。自分で選んでここに来てるわけだから、なんでたわく見ないといけないんだよって感じでしょ。ありがとう。何歌おうか。リクエスト入りました。じゃあ91号さん、何系でいきましょう。どんな気分。ありがとう花火。何系の歌歌おう。何系が聞きたい。できれば即興。即興は無理だな今即興は無理だな。じゃあこっちで決めるよ。いける。いいっすか。聞いてくれますか。オッケー。いいよ。Under the surface, I don't know what you expected of me. Under the pressure of walking in your shoes,
Every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I become in this, all I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you summon me? Put into tight tree, afraid to lose control. Could ever see that you so wild be? Had all a lapad lying from of you. Every step that I take is another mistake to you. And I'm not waiting more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want is me more like me and be less like you. And I know I may end up falling too. You were just right, me with someone despite it. Become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more away. I'm becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. Become so numb, I can feel you there. That is even to want me to be. I become so numb, I can feel you. I've been seen that you so wild be. ありがとう。ということで、今日の枠を終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れでーす。リンキンパークのナムです。した苦くて切ない香り。明日の今頃には私はきっと泣いてるあなたを思ってるんだ。はぁ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。